じゃあ常に耳鳴りはずっと鳴っていて、大きいのがずっと鳴って、ずっと大きいのが鳴っていて、強弱はあった。強弱は若干あったんですけど、はい、まあ、それがやっぱりだんだん小さくなって、なって、うん、で、その小さい中での強弱はやっぱりちょっと前にあって、あったんですよ。人の声が分からないレベルだって相当大きかったですよね。そうなんですよ。だからね、視力、多分聴力も弱ってた部分もはい、はい。高い音がず、高い大きな音ですね。僕はもう低い音はなかったんですよ。低い音はなかったんですよ。高い音でした。はい。人の声聞こえないってなんか本当大きい、かなりずっと鳴り響いてる感じです。そうなんだ。実際その耳鳴りしては 何年ぐらい先生と言ってる前に、うん、2年ぐらい2年ぐらい、うん、2年ぐらい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 2年間ほぼもう毎日出てるってことですか。じゃあそれが毎日出てたっていう、毎日というかもうそれが一緒に、うん、なんとかもう人生歩んでるみたいになる。あ、もうずっとってことですね。もうそうですね。一応病院はでもで行くと、うん、なんか漢方みたいなのに来れるんですよ。はい。自分が行って。はい、はい。問題はないですね。なんかいろいろ検査がされるんだけど。はい。特に、じゃあ西洋医学観点から検査しても問題はないけど、ずっと耳鳴りが起きてる。はい、デッドホンで、はい、あれが聞こえるようになりました。あ、いいですね。あの高い周波数が全然聞こえなかったんです。はい、はい、何回ももう一回行きますってやるとすみません、聞こえてないんです音が出てると思いますもうじゃあそれも分かるようになって、そう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 です。ものすごいよくなってきましたね。そうそう、朝目覚めと同時にも気になってたやつ、はい、全然気にならない、はい、もう全く日常ではもう全く出てない、はい、あ、でも本当に良かったですね、うん、そういう、うん、